東林書院の医師パイ東林書院は、北宋以後の中国に存在した、私学校の一つ。北宋末から、南宋初の受学者である幼児が、無釈権に18年間登留し、帝校、ほ道都外の学問を講じるために設けたのが、東林書院の起源である。その後この学校は廃止された。明の万暦年間に、皇帝の意に逆らい降徹された、古健重が、 故郷の無職に帰り、高吉流などの地方名詞の援助を得て1604年に、東林書院を復興させた。高知六世、皇帝十世の広さで、石パイ坊、鬼門、霊卓堂、伊予堂、燕巨病、道南祠らを建て、書院の東に、幼児を祀る。幼児の郷にちなみ、亀山書院とも呼ばれた。風声雨、清読書き声、声声声耳。 家事国自伝家事、時事関心。という掲示で見学の精神、古典主義の政治的関心を表し、伊予堂では1年に1回、1ヶ月に1回というペースで、それぞれ3日間の工学が模様された。当林書院は学問の中心地であるとともに、反政府的傾向を持つ知識人を周囲に集めるようになり、古典主義、古院生、高吉流、安記の 流源鎮、千一本、節式鏡、洋茂る祭といった、いわゆる、東林八君子を有名にするが、朝廷内で、義中圏が権力を握ると、権力闘争に巻き込まれ、東林党が排斥されると、書院の存在自体が問題視され、典型5年に、全国書院の取り壊しの見事乗りが発せられ、東林書院は、異用堂などが壊されることとなる。数廷廷が即位すると、 当林党は復権され、当林書院の修復が命じられる。清志に変わった頃には、昔の勢いはなく、北京に文院としてできた首前学院に人気が移っていたが、順次、後期、建立年間には、全面改築が行われた。1947年に、無尺師の名士が出資して、万水参謀、伊予堂、斎徳総理、来福祭、新関祭、小弁祭、 シグレッサイ、南国教団、三光ホコラ、東林方向ホコラなどを集築。1982年に無尺市人民政府がさらに修理を進め、2002年にも石パイボー、ギ霊卓堂、伊予堂、ツバメ巨病、道南ホコラに大改修を実施し、中華人民共和国全国重点文物保護単位に指定されている。ありがとうございます。